対角線に折り筋をつけます。角を中心に合わせて折り筋をつけます。さらに半分のところで折り筋をつけます。反対側の角を折り筋に合わせて折ります。対角線で折り返します。下の縁のところで折り筋をつけます。対角線に合わせて折り筋をつけます。反対側も同じように折り筋をつけます。左右の角をつまみ折りします。半分に折ります。角を反対側に倒します。半分の角度で折ります。引き出します。反対側も同じように折ります。内側のひだを伸ばします。ここを飛ばしてしまうと、引っかかって後々折れなくなります。縁のところで中割り折りします。開きます。角を上に折ります。閉じます。角を斜めに折ります。水平な線で下に折ります。開いて潰します。また、開いて潰します。かぶせるように折り、尾ひれを白くします。縁を折って、赤い線を作ります。尾ひれを段折りします。両側で段折りして、内側に押し込みます。引っかかるところで折ります。内側の角を引き出します。中割り折りします。細く折って唇を作ります。上の部分は潰して平らにします。適当なところで斜めに折ります。反対側に折り返します。開いて潰します。角を上に折って目を作ります。反対側も同じように折ります。中割り折りします。角を上に折ります。かぶせるように折って、色を変えます。反対側も同じように折ります。角を内側に折り込みます。胴体の出来上がりです。ひれの折り方。三角形に折ります。さらに半分に折ります。角を適当な位置で折り返します。奥の角も折り返します。ヒレの出来上がりです。同じものを2個作ります。ひげの折り方。三角に折って折り筋をつけます。角を対角線に合わせて折ります。半分の幅で折り、細くします。さらに細くします。外側に半分に折ります。中割り折りします。かぶせ折りします。角を内側に折り込みます。ひげの出来上がりです。同じものを2個作ります。ひれを差し込みます。ひげをちょうどいい位置に貼り付けます。出来上がりです。